河野防衛大臣がワシントンで講演しました。習近平国家主席の来日を控え、尖閣諸島周辺での中国の活動について。状況を改善する必要があると牽制しました。<laughs>

河野大臣はアメリカ軍との連携を強調した上で新たな護衛艦の導入などに触れ尖閣諸島周辺での監視活動を強める姿勢を示しました。